はいどうも、全力で球中がビーモリです。本日オリックスバファローズ対、福岡ソフトバンクホークスペペドーム、オリックスバファローズ9対3で敗れました。これによってホークス戦3連敗3立て、貯金1からの4連敗、借金3、そしてこのサークルチェンジ、開店4日目、4戦全敗ということで、もう発狂する気力ないで、今日も。あのホークスファンまたさ、わらわらと二次会会場に来てるんか知らんけどさ、うん、俺別にそんな需要に応える男じゃないから、普通に俺今日そんな元気ないし、別にその発狂するような気力もないよ今日の試合、うん、もうただただ弱い。今日はねサークルチェンジの営業をやったんですけど、もう終盤逆に盛り上がってましたからね。今日オリックスファンめっちゃ多かったんですよ。もうね、7割ぐらい今日オリックスファンの日で、今日かなりオリックスホームな感じだったんですけど、はい。で、オリックスがもう9点取られたぐらいから、もう逆になんかみんなお酒飲んで、普通におのおの喋って、うん、ちょいちょい応援歌歌って楽しんでましたからね。だから今日はあんまね、もはやそんな怒りないですよね。うん、あんま、もういいっす、はい。もう、正直今日は、論ずるに値せず、うん、論外です。まあ、そんなね、仕事放棄してもらえないと、一個一個試合を振り返っていきましょう。まずは、今日先発のワゲスパック投手。ワゲスパック投手、やはり前回のね、初登板の時もね、かなり、角度のあるストレートとね、あとカーブも掘ってかなりいいピッチングしたんですけど、今日もホークス打線相手、今、球数はやっぱり、ね、ちょっと重んでしまうんですけども、まあやっぱ要所要所はね、球威で抑えていくんですよね。初回をしっかりと抑えて、で、2回も、リチャード選手最後抑えて、はい、非常にいい立ち上がりやったんですけどね。ただ、相手先発の和田投手。和田投手も今日は序盤絶好調で、初回3者連続三振。で、2回に吉田正尚選手がヒットを打つ。まあ、これは当たり前なんですけど、そっから、やっぱ、繋がらない。はい、正尚を出しても、そっから抑えとけば、OK の打線と認識されてるんでしょうか。もう、増田家の出塁はもう当たり前なんでしょうか。3回、まず、甲斐選手にヒットを打たれ、続きまして、三森選手が、キャッチャーの頓宮選手が、悪送球と思って、はい、ランナー広がって。で、続きまして、今宮選手、今バントで、次、フィルダースチョイスで、満塁です。はい。エラーでランナー2人出して大ピンチです。はい。で、結局そこでノーアウト満塁やって、柳田選手がセカンドゴロで、その間に、得点ということで、はい。結局今日も守備からなんですよ。うん。守備からなんですよ。守備からの失点はだから、あかん、あれ、ドジャーイ！はい、まあ、ここね、なおも、ノーアウト2、3塁とかやったんです、そこをしっかりワゲスパックちゃんが抑えてくれるんですよ。はい。まあ、だから、ここを1点乗り切ったのは、まあ、良かったんですよ。はい。守備のいただけなかったらいいでもね。で、オリックスはこれ、すぐさま追いつくんですよね。オリックスはこの後、宗選手が、ツーベースを打って、まあ、これ、あわやホームランですけど。で、そこから、マスタカ選手が、ライトに痛烈な当たり打つんですけど、上林選手が、スーパープレイということで、まあ、犠牲フライになったんですけども、はい。で、結局ここ1点で終わっちゃったんですよね。マスタカ選手の当たりが抜けていればもう1点逆転というところでしたが、ここを上林選手に阻まれてしまうと。この6回まずギータにフォアボールが出て、ここでまた、グラシアル選手のところで、またフィルダースチョイス。また守備のミスです。また守備のミスで、ピンチを広げていくと。バントを決められて、これで1打、2点の場面で、ギーマ、はい。ギータではなくギーマ。まあ、ギータは今日割とおとなしくしてくれてるんですけど、はい。なんかもう一人最近ギーマってやつができてるらしいんですけど、はい。なんとここでギーマ、勝ち越しの2点タイムリーヒット。もうさ、もうギータかギーマか知らんけどさ、もう勘弁してくれー！おい！叫ぶ気力ない言うてんやん、もう。叫ぶ気力ない言うてんねん、もう。あんまり叫ばせんな。もうサークルチェンジのさ、開店営業でさ、もう4日間、うん、まあ楽しくやってますけど、やっぱね、こんな試合見せられてストレス溜まってね、疲れ溜まってるんですよ。あんま叫ばせんな、マジで。
はい、で、ここ2点取られて。で、7回、比嘉投手は買いまたぎをしてるんですけど、この7回はもう、被打るますね。はい。比嘉投手がポンポコ打たれて、斎藤幸樹選手が出てきてもポンポコ打たれて、結局、この回、6失点ということで、はい。斎藤幸樹投手打たれても打たれても投げさせ続けられて、もう晒し投げです。次の回もなんならイニングまたぎました。はい。もうそれだけ今、オリックスで、この信頼できる中継ぎピッチャーというのが、いません。はい。結局これで9対3ということで、まあ打線の方なんですけども、やっぱもう4点以上取られたらオリックス今年もう勝率ゼロリなんで、まあ、9点なんか取られて勝機なんか見えるはずないんですよね。はい。まあ9回ちょっとね、意地見せるんですけども、そうですね、サークルチェンジ9回一番盛り上がってたな。うん。9回の2点取ったところ、野口選手とかタイムリーのところでもお祭り騒ぎ、もう優勝したみたいな騒ぎしてたんですけど、はい。だから僕の中では正直今日は、もう野口選手のサヨナラタイムリーヒットで優勝したと思ってるんですけど、はい。大丈夫ですかね。うん。ちょっと冷静に振り返ろう。サークルチェンジ開店してから4連敗。もう閉店か。もうサークルチェンジ閉店か。ビーモレル現地行った薬病神。うん。で、まだ今シーズン勝ってなくて。で、ビーモレルが店開いたら4連敗。うん。だから俺がなんかしたら負けるルールでもあるんか、オリックス。ちょっとびっくりしてんか。それか何、ギータかギーマか知らんけど、また祝報か、ギーマの祝報か。うん、だからさ、ありがた迷惑やねん、勘弁してくれ。はい、ということで、ちょっともう、この辺にしときましょう。今日疲れました。このサークルチェンジ、まあ、僕が主に接客とかホールで回してるんですけど、このキッチンにも一人精鋭がおりまして、たまにね。どんな展開で俺を紹介しとんねん、おい。どんな展開やねん。おい。っていうのはね、まあ、あれなんですけど、サークルチェンジにね、新しい資格が登場ってことでね。まあね、一緒に試合見てどうやったっけ。いやね、ちょ、横目でチラ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 ね、まあ見てるんやけど、いや俺もなんか9回になんかすっごいこう盛り上がってて、うん、うわーってキッチンからと思って、うん、で覗いたら、6点差やんと思って、うん、あれ6点差で、あれスコア逆じゃねみたいな盛り上がり方してたやん。だからあれはあれでちょっと楽しかったけどな、うん、だから俺の中では今日もうオリックス勝った気でおったけど、後から冷静に振り返ったらやっぱ9対3で負けてるよ。確かに、うん、これがいわば前人未到の境地なんやと思う。そうそうそう、うん、だからたどり着いちゃってんじゃん。こういうところに来る人たちってやっぱ、まあ、結構野球好きやと思うから、これはもう前人未到の境地です。その野球のその負け試合の中にもやっぱ楽しみを見出す癖はあるかもね、うん、ちょっと俺気づいたこと言っていい、うん、俺こんな顔濃い、こんな顔濃かったっけ。こんな顔濃いの。変わらずイケメンやで。変わらずイケメンやで。照明明るくしてくれ、照明を。まあ、とりあえずね、しばらくこのデニーズとも一緒にね、働く日とかも結構あるんで、はい、まあ、このゴールデンウィークとか結構ね、もう入ってくる。そうやね、ゴールデンウィークちょっとね、それこそ外国人助っ人じゃないけど、そうやね、助っ人で。はい。で、8日かな、8日の日曜日、僕はサークルチェンジお休みして、ただ、店は営業するんですよ。で、ということで、このデニーズが表に立って、ちょっと接客をしてくれるということで、はい、頑張ります。あのね、ヘスマン選手ぐらいはね、やれるかなって自分で。いやいや、もっとやってくれ。もっとやってくれ、お前。ヘスマン選手ぐらいやるかな。イデホーぐらいやってくれ、イデホーぐらい。楽天ほんと連敗続いてるんでね。だから俺がストッパーになるかもしれない。そうそう、まあ楽天戦、ここ3連戦。俺がストッパーだったらおもろくない。俺までここから2連敗するってこと。そうそうそう。一刻も早くね、勝利呼び押してくれ、ね、ということで、まあ、8日はね、デニーズが一人でやってくれるんで、はい、8日の予約まで空いてるんで、皆さんよかったらぜひ、はい、お願いします、はい、から、110何連勝、優勝や、優勝や